でもなんかそのホストキャバクラその貢ぐ貢がれこれもう何十年も何百年も何千年も続いてると思うんだよねきっとだからこれ結構なんかその根深い問題なんだと思うよだからこれ俺の価値観自体がちょっと狂ってるんだと思うだから結局そのうーんどうまあまあその価値の考え方んか感じ方自体だからな 俺は元カノにロレックス買ってあげたら次の日に逃げられたけどこれってパパカズまあロレックス買ってあげるからいけないんじゃない結局そのロレックス買ってもらってあこいつはこれで終わりでいいやって思われたってことだよねうんコンテンツ消費しきった感じあこれ以上ねえやつってまあそもそもそのロレックス買ってあげて次の日に逃げられるような女に入れ込んでる方が間違いっすよ うん彼女じゃないねそれはってかこいつめんどくせえって思われてると思うよ彼女じゃないねお前は彼女って思ってたかもしんないけどあっちは彼氏って思ってないよロレックスくん <laughs> ロ,ロレックスくんだね <laughs> まあでもさお金の価値なんてそれぞれでさそのなんつうのかなその年収じゃあ100万円の人 にとっての1万円ってての万円結構でかいじゃんだけど年収1億円の人にとっての1万円って別にでかかねえんだよさすがにだからその価値観の問題だよなだからその女の心を手に入れるためにその1万円を支払う行為っていうのがなんか別に年収1億円の人にとっては別にこれぐらいで人の心変えるんだったらみたいな感じで。 ななんつうのかなまあ別にいいよみたいな感じ価値観が違うから安いもんだなーっつってお金で動く人の方がめんどくさくないっていう人はいるよね結構ある話だと思うよ安いもんだ腕の一本ぐらい <laughs> 誰だっけそれ <laughs> <laughs> 誰だっけ忘れたけど <laughs> あシャンクスか VC つなげてゲームできたら立派なデートです。女性イコールお金かかるとは限らない。いやそうだよね。いや実際そうなんだよ。女性イコールお金かかるとは限らない。だからそのデートイコールお金かかるとも限らないと思うの俺。そう、VC つなげてゲームできたらいいし正直言ってその,そのデートとかもあえてなんかいいレストランとか行かなくてもいいと思うしね、別に遊園地とか行っていいホテル取って。 そんなことしなくても結構ね相手って満足なパターンあると思うんだよ。でそれこそさその人が言ってるように VC つなげてゲームできてるだけで結構幸せな気分を味わってるっていうそれこそもうデートみたいなね。うん俺あると思うんだよなそういうのって。むしろそういう風にしなきゃいけないと思ってる男が女性を魔物に育ててしまってるモンスターに育ててしまってるって可能性はあるよね。 あるこれねもう全然ありえる話だその人にとって何が一番、ね、何で満足なのかっていうところをちゃんと探ってあげることが俺は大事だと思うんだよなロレックスくんそんな女見つけてるデートな盗むデイトナって何車デートなってお前 <laughs> うゲームああロレックスね だからお前はなんかその女性に対してその高いもんプレゼントすれば満足するって思ってるからしまくってたんだよだから相手の方も最初はそうじゃなかったのかもしれないだけどその前もらったものと比較して自分の幸福度をその値段で比例させてしまったんだろうな女性の方がだから高いもんくれたら満足っていう。 思考になっちゃったんだと思う小さな行動でも幸せ感じる女性も多いのでコミュニケーションをしっかりとることが大切かと思いますいや実際そうだよな俺もそう思うわそ,のそれは分かってんだけどさ一人身だね <laughs> 今孫に,に逃げられたやつに送ったん今孫に,んに逃げられたやつに送ったロレックスの写真ツイッターの DM に送ったよちょっと見てみるか 随分い,いいロレックスですねおい <laughs> マジでお前これいくらしたのいくらしたのすげえ高そうなんだけどこれあげたの後ろにルイ・ヴィトンとかいろいろあるけどえぐこれ100万ぐらいしそうじゃない3つで2 3 0 0万ぐらいすんな何これしかも超高層マンションじゃんいやでもこれもらったらあここが上限かなって思っちゃうよね <laughs> <laughs> ああここがこいつの天井かなっつって <laughs> これ以上はちょっと大変だなーっていう <laughs> 引き際ここだなっつってう <laughs> んここが天井っすつっ <laughs> いやてかさこんだけのものもらったら返せねえよお前4500万のものもらってさそれを返そうと思ったら無理だよあげるお前も悪いわ ぶっちゃけ返せねえよ俺4500万のものもらったらどうやってその人に返していくか分かんねえもん俺重いよ重いから逃げたんだよそれかもね重かったんだよお前からのプレゼントがでだん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 麻痺していく自分が怖かったんだよだから自分の人間性を保つためにその女は逃げたまあ質屋にも言っただろうけどね <laughs> これはこれそれはそれこれはこれつ <laughs> ってしちゃいに言ったろうけど <laughs> 返せねえよこんなもんもらったらお前いやマジでまぁ、あ、4500万のものとかもらったらさマジでどうやって返したらかわかんねえから無理なんだけど俺しかも23俺無理だわ怖い怖い怖い本当にお前価値観どうにかした方がいいぞお前 一回バイトしないだガチで2年付き合ったし結婚しようと思った。だからあげた。いやだからそれお前が相手のこと見てなさすぎじゃないお前の気持ちだけでさ考えてんじゃねえよ。お前は結婚しようと思ったけど相手はそうは思ってなかったでしょ。あげれば結婚できると思ったじゃん。その考えが間違えてんだよ。この4、500万でお前その女を買おうとしたんだよ。そのお,、ま、お前の価値観が狂ってる。 あげたら結婚できると思った残念でした「説 <laughs> 教<ュ> TV <laughs>」これ手錠だよね <laughs> 手錠だよねこれ <laughs> これ手錠 <laughs> お前手錠プレゼントしたんだよそ <laughs> したら逃げるに決まってんじゃんお前 定常なんてプレゼントされた日には逃げるに決まってんじゃんうんまあでも実際お前はそのそうは思ってなかったのかもしんないけどやってることはこのロレックスで女を買おうとしたよね400万500万でお前その女の人生を買おうとしたってのはもう事実として残ってるそれはだってあげる理由がないもんあげて何を何を考えてあげたのあげたいと思ったからあげた 結構重いよ4500万お前にとっても結構ダメージでかいんじゃないのその後ショックだって言ってるしねだからそんだけ無理してでもその女をそれで心を引こうとしたっていうねだから間違っていたのはそのお前の心持ちじゃないかな相手がくれたものも送りましたお前 <laughs> <laughs> お前、シュプリームのお前、パーカーとか来ちゃってさ、自分、金持ってます、アピール半端ねえな、お前。お前、ラファエルかよ。<laughs> ラファエルかよ、てめえ、マジで <laughs>、まあそ。これは一応見せないけど、ビトンとシュプリームのお前、コラボパーカー着てんじゃん。見たい、これ、一応、え何、これ、見せていい見せない方がいい 一応まあ一応顔はもうんなんかスタンプみたいな貼ってて見えないけどいいってオッケーこれ <laughs> ゴリゴリやんマジで <laughs> ゴリゴリやん気をつけよここ一応ホテルらしいまあ正直このシュプリームのヴィトンのねパーカーも まあこの女性からのプレゼントらしいけどお前があげたものが重すぎてこれも結構無理して買ったんじゃねえの知らんけどだからこういうのでも足りないって思われちゃいそうで重かったんだよお前との付き合い結構頑張って買ったと思うのこのスプリームのさパーカーとかってこれ56万とかすんじゃないの一つ。 結構頑張ったよお前え五56万ですえいくらぐらいこれこれいくらぐらいなのこれいくらぐらいこのスプリームのパーカー50万すんのこれえ何十万えそんなすんのこれえ布だよえこれいくらえ五50万これえこれ50万えこれ50万 マジでえマジいや別に1,000円でも買わんって、まあ、そんなことはねえけどえ50万えちょっと俺単純に気になるんだけどそのお前の彼女だったら女性っていうのはそのおソロだからまあ2着で100万円だよねこの100万円どうやって用意してきたと思ったのどうやって用意してきたと思った うわあ、買ってきてくれたんだ、嬉しい。でもこれ100万だよな。まあ、いっか、みたいな。一般の女性では、100万円は無理だよ。相手仕事してる。いや、仕事してても100万円は無理だよ。普通の仕事では。20そこそこが。まあ、買った、もらったものを売ったお金だろうね。トレード的なやつ。 トレード的なやつ何それデイトレーダーテンパイアシュープは一般の方はなかなか手に入れることはできないみたい。ええー、そうなんだ。株ずっとお金の話してんね。いや、面白いなと思って。<laughs> いや、面白くないみんななんか、あれじゃん。その価値観の違いっていうのがさ。 目に見てとなんか分かるっていうか面白いよね金持ち説教するの楽しそうまあそうだね <laughs> <laughs> 金持ち説教で俺の配信だからね金持ちにはは教できるから。<laughs> <笑><笑>えすごいな今大学4年、まあ、大学4年生でお前ロレックスの前500万の時計プレゼントできるわけねえだろお前 意味わかんねえてかお前の金じゃねえじゃん。<laughs> っていうか <laughs> っていうかそれプレゼントしたのいいけどお前の金じゃねえじゃん。どうやってお前用意したんだよむしろ。おかしいやろもう。なんかなんかもう訳が分かんねえよ。バグってる。金持ちってこういう感じなの結婚しようと思って。 渡したものが自分で汗水あの汗水垂らして働いたお金ではなく親の金歪んでないもうその時点でえ婚約指輪とか結婚指輪とかも親に買ってもらうわけよお前 <laughs> サブスクくれよくれかはアメックスのプラチナと住友のカードだからこういうこと聞かれて素直に答れるところがさもう世間知らずじゃん明らかに 明らかにもうこういうのをさ自慢なのかわかんねえけど <laughs> 素直に答えるところがさ <laughs> 世間知らずすぎだろ、うん、多分住所ともさらっと書くんだろうなきっとマジで金持ってるやつとつるまないと永遠にこじきされて学校つまらなかったあーまあでもそうだろうね だから、趣味でつながることが俺は大事だと思うよ。こじかれんの結構きついね。でこじかれたりとかしてたから、お前。だから、何かものをあげたら人が喜ぶっていう感覚になっちゃってんだろうな。ね、いや、でもなんかね、漫画とかでよくあるんだけど、でも本当にそういう風になるっぽいんだよね。その人の価値観。そう、おぼっちゃまくん的な感じ。 友達になってくれるんでしょうかあだったらこれあげましゅ」とか言って耳ほじくってダイヤモンドあげたりとか「<laughs> そういうんじゃねえだろ」っていう別にそういうの求めて友達になりたいわけじゃないのにっていうね。